ドロシー・シェパード・バロンは、イングランドノーフォーク州バイトン出身の女子テニス選手。1920年代から1930年代前半にかけてダブルスを中心に活躍し、1931年のウィンブルドン選手権女子ダブルスで、フィリス・マド・フォードとペアを組んで優勝した。ウィンブルドン選手権では、他に3度の混合ダブルス準優勝がある。 彼女は国際舞台でも好成績を残し、全米選手権で1929年に女子ダブルス準優勝、全仏選手権で1931年に混合ダブルス準優勝を記録した。旧姓、ドロシー・カンリフ・シェパードといったが、1921年に WP ・バロンと結婚した。ウィンブルドン選手権における彼女の最初の活躍は、 1921年の女子シングルスベスト8であった。当時はまだドロシー・シェパードの名前で文献に記載されており、結婚の直前と考えられる。その後、彼女の名前は女子シングルスのベスト8以上には残っていない。1923年、シェパード・バロンは混合ダブルスでインド人選手のルイス・ディーンとペアを組んだ。最初のパートナーであったディーンは、 当時41歳の年齢で、インドのテニス選手として、史上初の4大大会決勝戦に勝ち進んだ、人である。ディーンとシェパード・バロンは、初進出の決勝で、ランドルフ・ライセットエリザベス・ライアングミに4から、6、5から7のストレートで敗れた。翌1924年、シェパード・バロンは、同じギリスのレスリー・ゴッドフリートペアを組み、2年連続2度目の、 混合ダブルス決勝戦に進出した。ここでも彼女は、ジョン・ギルバートキティ・マッケイン組に3から6、6から3、3から6で敗れ、2年連続の混合ダブルス、準優勝で止まった。とキティ・マッケインが、後に夫婦となった。この後、シェッパード・バロンは1924年パリ五輪の女子ダブルスで、イブリン、コリアート組んで銅メダルを獲得した。 それから5年後の1929年、シェパード・バロンはフィリス・コベルトペアを組み、ウィンブルドン選手権と全米選手権の2大会連続で女子ダブルス準優勝者になった。全米選手権の女子シングルスでは、シェパード・バロンは2回戦でサラ・ポール・フリーに敗退した。2年後の1931年、彼女は全仏選手権に遠征し、 ヘンリー・オースチンとのコンビで混合ダブルス決勝に進んだが、ここでもパトリックス・ペンスとベティナ・トール組に敗れた。ようやく九百三十一年の女子ダブルスで彼女はウィンブルドン選手権の栄冠を獲得する。当時二十六歳のフィリス・マド・フォードとペアを組んだシェパード・バロンは二年ぶり二度目の女子ダブルス決勝でドリス・メタクサヨサン・ヌシガール組を三から六、六から三 6から4の逆転で破り、初優勝を達成した。シェッパード・バロンにとっては、5度の決勝戦の壁を乗り越えて、獲得した悲願のタイトルであった。シェッパード・バロンは1934年のウィンブルドン、混合ダブルス準優勝により、日本においても有名な選手である。彼女は、ヘンリー・オースチンとペアを組んだが、10年ぶり3度目の決勝で、 ミキ・リュウキとドロシーラウンドの組に6から3、4から6、0から6の逆転で敗れ、ミキは日本人、テニス選手として最初のウィンブルドンに優勝者になった。シェッパード・バロンは3度の混合ダブルス決勝で、いずれも準優勝に終わり、結局彼女のウィンブルドンタイトルは1931年の女子ダブルス優勝のみであった。 ミキの組と最後の混合ダブルス決勝を戦ってから19年後、彼女は1953年2月20日にイングランドメルボーにて55歳で死去した。ありがとうございます。